自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。私たちたくさんたくさんのスライムを作ってきましたが、最近ちょっとねスライムのビデオが少ないんじゃないかなと思ったので、スライムを作るためのキットをたくさん今回は買ってみました。ここにはですね、たくさんの種類のパフですとかキラキラですとか、あとスパンコールがなんとたくさん入っています。このボックスにもね、とてもたくさんの、キラキラと、あとはスライムもちょっと入ってるんですよ。全部合わせてそうですね、多分100種類ぐらいあるんじゃないでしょうか。ちょっと一緒に見てみましょう。とってもたくさんのカラフルな小さい、これは割と小さめなパフですね。発泡スチロールなんですけど、私たちこれをねスライムに混ぜるの大好きですから、どんどん使っちゃってちょっとね足りなくなったので今回買ってみました。そしてここにはスライムに欠かせないキラ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 の粉が入っています。5種類ですね、全部で。紫、ピンク、金色、そして青、そしてシルバー。とっても綺麗なキラキラです。ちょっと開けてみましょう。こんな感じでフィルムみたいになってるんですが、この紙を外せば、なんといちいちキャップを開けなくても、この蓋についている穴から塩をこうやって振りかけるみたいにスパンコールを出すことができるんです。とっても便利ですね。これ軽くてすぐ息とかで飛んでしまいますので。さあ、そしてここにあるのはスライムです。全部で8種類のスライムが入っていますよ。こんな感じでパックされていますので、ちょっと開けてみましょうかね。私はここにあるネオン色のピンクとか青色がとっても気に入りました。すごく綺麗な色だと思います。ゼリーみたいですよね。蓋を開けてみると、あ、すごい、スライムだ、気持ちいい、プニプニしていますよ。結構ね柔らかいけどしっかりしたテクスチャーのスライムですね。それがピンク、青、黄緑、そしてオレンジ、透明、あ、透明いいですね。ちょっとキラキラいろいろ入れることができるので透明いい感じですね。そして黄色、これは濃いオレンジかな、濃いオレンジに紫、全部で8種類入ってました。さあ、そして、スライムをね、いろんな形にフォーム、型抜きするためのたくさんのいろんな形をしたフォームも入ってますよ。こんな感じで、多分ね、スライムに押し付けるとこの形になるんでしょうかね。ちょっとクッキーを焼くみたいな感じの感覚ですが、そして、いろんな面白い絵が描いてあるちょっと変わった感じの、まあこれもスパンコールと言っていいんでしょうかね。ものも入ってますね。いろんな絵がね描いてありますよ。これもスライムに入れてみると面白いかもしれませんよね。私たちまだあんまりこういうものは使ったことがありませんでしたが、猫とかね、本当にいろんな絵がある。スイカとかフルーツとか、ね、虫とかもいるし、猫もいますね。あと、テントウムシまでいますよ。すごいすごい。さあ、こんな感じでこの透明のボックスには本当にたくさんのキットが入ってましたね。さあ、このキットを使って一体どんなスライムを作るか、私はもうすでにとってもワクワクしていますが、皆さんだったらどんなスライムを作りたいですか？全部でこのボックスの中には何種類ぐらいありましたかね。18種類ぐらいあったんじゃないでしょうか。透明のボックスにきちんと入れて片付けることができるとっても便利なスライムキットでした。さあ、そしてこちらはスライムは入ってないんですが、スライムの中に入れるいろんないろんなものたち、スパンコールだとかキラキラだとかパフだとか、なんとですね80種類も、80種類も本当に入っているのかな、ちょっとわからないですけど、あ、わかった。このね小さい瓶のスパンコールがいろんな種類あるんでしょうね。でもみんなでちょっと一つ一つ見ていきましょう。こんな感じでとてもカラフルな小さめのパフ、そしてピンクのパフ、わあ、これ綺麗な色ですね。青色のパフ、赤
赤色もあるし白もありますね。あ、そうか、このパフの色も一つの色にするとちょっとねかっこいいスライムになるかもしれませんね。そして超ビッグなパフもついていますよ。あとは面白いのがこの貝殻の形をしたスパンコールたち、なんと5種類あります。金色、シルバー、紫、そしてピンク。一つ一つは穴が開いてるんですけれども、これもスライムにちょっと混ぜてみたくなっちゃうようなとっても可愛い、ね、スパンコールですよね。キラキラしてますよ。女の子は大好きなんじゃないでしょうか。あと本当にいろんな小さい小さいね、本当にいろんな種類のスパンコールが入っていまして、例えばハートですとか星ですとか、ね、これはハートですね。わあすごい、本当にいろんな色がある、とっても綺麗ですよ。これもスライムの中に入れてハートのスライムとかできちゃうかもしれませんね。さあ、あとちょっとキラキラからは離れて、こういう感じのマットなでもとても元気な感じの色たち、これも面白いですね。いつもちょっとキラキラにばっかりしてますから、たまにはこんな感じでマットなカラーもキラキラじゃないスライムもいいかもしれませんね。星だとか、これはプラスチックでできているのかな、なんかチップみたいな感じですけど、あと先ほどねあった感じのものとか、あとこれも面白いですね。これなんだろう、ちょっとボタンみたいに見えますけどね、グミみたいな感じのスパンコールだとか、これは本当にとても小さい小さいお花たちがたくさん、雪の結晶が入ってるんですね。あと小さいパックもありまして、これはスマイリーとか、ちょっとさっきのねボックスに入っていた感じのこういう面白い新しい種類のスパンコールもたくさん入ってますね。こういうの流行ってるんでしょうか。小さい小さいチップがたくさん入っていました。そしてこの袋まだまだあるんです。それがこちら、小さい瓶にですね、この小さいフィルムになんと本当にたくさんの色と本当にたくさんの形の小さいキラキラたちが入ってるんです。ちょっと本当にワクワクしますね。何を使おうか。こんな風にとっても綺麗に並んでるので、あ、見てください、すごいコレクションみたいで本当にドキドキしますね。小さい小さい瓶にね、こうやってたくさんのスパンコールが並べて入ってるんですよ。とっても可愛いですね。小さい細かいものから割と大きめのものまで、本当にどれ一つとして同じものはなく、とてもとても綺麗なセットですね。あ、この下の金色のとかとっても綺麗だから今すぐ作っちゃいたいぐらいですね。さあ、これを全部合わせるとですね、なんと多分80種類ぐらいスパンコールやキラキラが入ってたようですね。そしてこの、スライムを混ぜるセットでしょうか、青いこのようなスパチュラのような混ぜる棒のようなものも入っていました。さあ、これだけねたくさんのセットを今回揃えることができましたから、ぜひまた新しいスライムの実験を、続けていきたいと思います。皆さん一体ねどんなスライムを作りたいかコメントに書いて教えてくれるととっても嬉しいです。そして、このビデオ気に入ってくれたらいいねを押してチャンネル登録をしてくれるといつでも新しいビデオが見られるようになっています。いろんな海外のおもちゃや、DIY など紹介していますから、ぜひ見てください。次のビデオでまた会いましょう。バイバイ。